NEC-MU PD-8085AC インテル8085はアメリカの半導体製造会社インテルによって開発された8ビットのマイクロプロセッサである。インテル8080 80の改良、公衆積版として1976年に発表された。型版の最後の5は単一電源の 5V に由来する。成功を収めたインテル8080 80の使いづらい。 点を改良したもの。インテル8080 80を用いた典型的な設計では、クロックジェネレータとして8224、システム制御とバスコントローラーとして8228というコンパニオンチップを必要とした。また、電源としてプラス1 2トプラス5ボルトマイナス 5V の3種類の電源を必要とした。このためシステムを構成するには、複雑な回路を組み、 電源も大掛かりとなった。インテル8085では電源をプラス 5V のみとし、また、クロックジェネレータやバスコントローラ等も内蔵して回路の簡素化を図れる。同時期にやはり8080 80の上位互換で、より多機能な Z80 が存在したため、8085が汎用プロセッサとしてパソコンに搭載された例は少ない。また、重複するコードに、 別の命令が割り当てられていることやフラグの動作の拡張などによりそれらとの互換性はない。一方で、インテル8085向けのコンパニオンチップを組み合わせると最低3チップでマイコンシステムを構成できることからマイクロコントローラーとして組み込み向けに広く応用された。また、組み込み用途では省電力の要求が強く、Z80 に比べて早くから CMOS 版が 開発、出荷された。命令セットは i8080 の上位互換であり、内蔵は iO ポートの読み書きと割り込みの制御を行う、命令が2個追加されている。その他に各種命令が存在する。インテル8080 80命令セット、インテル8080 80レジスタセットを参照されたい。なお、同一命令でも、実行クロック数が変化しているものも多い。RIM 以下の機能を持つ、 シム以下の機能を持つ下記のバスを備える。アドレスバスの回8ビットとデータバスはマルチプレックスされている。汎用のメモリを接続するためにはアドレスラッチとバス分離のバッファが必要になる。i8080 にもあったインアに加えて4本の割り込み入力を持つ。インアでは割り込みがアサートされるとアクノリッチサイクルが起動され、これに同期して外部から ベクタ情報を与える必要があるが、RST やトラップでは、各々のピンに対応したバンチへ直接分岐する。i8085、i8155、i8355、i8755 からなり、3チップで最小システムを構成できる。アプリケーションが内蔵レジスター以外のラムを要求しないなら、CPU と i8755 のみの2チップでも、 構成できる。これらのチップは i8085 に信号を合わせてあり、外付けの回路なしでマイコンシステムを構成できる。また、ピン配置も i8085 に隣接配置した時の配線引き回しを考慮してある。インテル8085シミュレーター4アンドロイド。ありがとうございます。